はい、こんにちは、タムです。今回は増白店のね、自分のそれぞれのガチパ編成を紹介していこうかなと思います。まずは周回編成とパワー型ミッション、これ両方適用されてますね。はい、まずまあガチパがチハヤ4となっております。まあこれが一番やりやすかった。まあ一応ルシファーの編成とかもやってみたんですけども、まあチハヤの編成がやりやすいかな、もしも周回をするんだとしたら。チハヤは強いですね。はい、なのでまあ編成はとりあえずまあチハヤ4となっております。もしも組めるのであればこの編成が僕が周回しやすいなと思いましたね。はい、強いですね。まあ今回の難易度は結構優しめでしたので、多分これ追加とかあるんでしょうね。まあストライカーカードがないから多分またムザン様があるんだろうなって僕は思っています。でまあしっかりとこのHP を共有している雑魚を倒しておきます。この右と左下にいるガキっていう雑魚がいるんですけども、この雑魚がなんかボスと HP を共有しております。で次ゾンビとピオリンを倒しに行きます。でこの編成の場合ですとちょっと難しいですね。超パワー型にしておかないと、まあ、届かないとか、まだちょっと難しいなとは思いました。でしっかりとゾンビを倒しておきます。はい、強いですね。でもう SS もね溜まっていますね。はい、なのでまあそこでのチハヤの SS をぶっぱどんどんしていきましょう。はい、強いです。でここでチハヤの SS を打とうかなと思ったんですけども、結局一巡見逃しましたね。その方がいいかなと思ったんで、はい、打たないでおきました。一旦ちょっとの火力を伸ばす。 OK、 SS 打たなくてもこの火力なんで、まあ、相当チハヤがぶっ壊れてますね。でここからチハヤの SS をぶっ破しに行きます。守護獣は今回まあキャラクターは違うんですけども、グリフォンの方が一番使いやすいかなと思います。わしのすることに何か不満でもあるのか。で、はい、また SS を打ってぶっ走しに行きます。マジでチハヤぶっ壊ですね、これは。ミッションも適用してるし、まあ、周回としてもガチパとしていいので一番いいかなって僕は思っています。はい、まあちょっと最後は HP 高いので倒せなかったですね。まあ最後はしっかりと倒していくと。はい、まあもうチハヤがめちゃくちゃ強いので周回するんだったら、まあ、チハヤ4が一番いいんじゃないのかなって思っています。はい、今度はですね、光属性4体編成もやってみました。編成はシュナ1、キリンジ3となっております。まあ強いです。冗談抜きで一番強いなと思いましたね。まあキリンジのこの6ターンから打てる貫通化 SS はすごく強いですね。はい、これのバイタルキラーやファーストキラーが乗って、まあすごくね使いやすいなって個人的に思いました。まああとはこれシナの SS バウンドチャージのおかげで短縮できるんですよね。ですのでうまくいけばしっかりと毎ターン毎ターン SS を回せることができます。これがマジで偉い。はい、でまあ一応ねこういう友情コンボもね弱点ロックオン衝撃波のおかげで、まあ、ゾンビの処理もやりやすいと。これは結構いいですよね。で、まあ、反射ウォールボムでしっかりと火力を伸ばしてあげます。でまあここから SS ぶっぱですね。まずは2ピン3ピンのストライクショットで倒しに行きます。はい。いや友情コンボも強いですし、これマジでやばいよね。
で、このターン SS 打ちたかったんですけども、まあなんか邪魔されてるような感じだったんで打ちませんでしたね。やっぱり地雷がないとね、火力は伸ばせないので、まあ、その辺注意が必要ですね。で、一応別にこれ SS 打たなくてもいいんだけど、一応無敵化しておきました。まあ打たなくてもいいかな。はい、まあ、反射ボールボムでなんか玉ねぎが倒せますね相当強いわ。で、キリンジのストライクショットでこのハンテングに火力を伸ばしてあげます。これもまあ強いよね。はいマージぶっ壊れ。で、キリンジのストライクショットで邪魔なね、雑魚はしっかり倒してあげて、その後 4P のストライクショットで倒してあげます。まあキリンジのね、火力がだいぶバカ強いので、まあこのキャラクター本当にやばいなあの、本当に実装してよかったんかな、このキリンジってキャラクターって思ってますね。で、あとはハンテングに火力を伸ばしてあげます。はい、まあ、このような感じで機械属性のミッションもこのような感じでしっかりとクリアができましたね。はい、今度はねちょっと遊びでルシファー3体とペルセウス1でやってみました。あのね、まあガチパで、まあやります、ガチパには入りますかって言われたらそれ入んないけど、まあおもろいっす、まあ一応できるねって感じかな。まあ友情コンボでこれ通用しちゃうのはなかなかやばいわ。まあしっかりとね、あの地雷に気をつけつつしっかりとエナサーを当てにいってあげます。はい、まあ OK ですね。で、これもまたエナサーを当ててしっかりと火力を伸ばしてあげます。ペルセウスの友情アップが結構優秀ですね。はい、で、まあまた友情コンボを出してあげます。まあ結構ね、まあいけるっちゃいけるけど、まあおすすめはしないね、周回とかではまあさすがに周回ってなるとおすすめはしないよ。でもまあ一応こういう攻略は面白いなって個人的に思いました。はい、まあどうなんだろうね、一応面白いなとは思ったんだけど、まあ周回とかでは使わないだろうね、さすがに。まあ一応ルシファーの底力こんな感じだよっていうのは紹介ですね。もうマジでやばいクソ強いんだよな、おい。で、まあ次もしっかりと火力を、友情コンボで火力出したんですけども、1体しか触れませんでしたね。まあ、だとしてもやばい、普通に火力感がぶっ壊れなんだよ。で、ポンポン発動させて友情コンボで火力を上げて倒しに行きます。まあやばいっすね。で、まあ、今度もしっかりとハイエナサーで火力を伸ばします。はい、強いですね。もうまあこういう感じで遊べるので、まあ遊んでみたい方は遊んでみてもいいんじゃないのかな。はい、まあこれでちょっと倒してあげます。はいまあ一応ルシファーの編成もなんか面白いなって個人的に思いました。